あ、ちょっとね、準備いたしました。この例えばね、こうすると今日もあ、どうもマグニでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。なんか知らないですけど、こちら側に村人がめちゃくちゃいるんだけどえ、こんなだったっけ。めっちゃ村人こっち寄ってきてんだけど、まあまあ僕が新しく作った家の方がね、住み心地がいいと、そういう風に言ってくださっているのなら、私先日なんとかエンドラぶっ倒すことができましたということで、まあ振ってもね、マグニーさんエンドラ何回倒してんのって話にもなってくるんでね、昨日に関しては失敗の部類に入るよね。何回もやられてしまいました。すいません、誠に見苦しい戦いではございましたが、ご覧いただきありがとうございました。で、本日はせっかく久しぶりですよ、私このエンドラの卵ね、ドラゴンの卵を手に入れたということですね。ドラゴンの卵を使ってできることを私が皆様にお教えしたいと思います。やってまいりましょう。とまずはね、帰ってきてまんまだから手持ちの整理させていただきますわ。はい、ちょっとね、準備いたしました。このエンドラの卵とトーチとピストンとレッドストーンとリピーター、レッドストーン足りないな、これもうちょっといるな。で、フェンスゲート、木材とボート、これですね。もう勘のいい方ここで気づくんじゃないかな。なるほど、マグニさんあれをやる気ですかっていうことに気づくと思いますよ。夜だ、おやっす。レッドストーンがもうちょっといりそう。今回ね、試そうとしてることが結構ね、まあ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 、見てもらってからにしよう。暗視のポーションもね、作りたい。もう全部俺なくしちゃったと思うんだよな昨日の前列で多分全部失ってると思うんですよ。スタート。いいわね、いい音するわね。さあ、暗視もできたことですし、参りますか。本日の本題へ突入いたしましょうではありませんか。まあね、本当に難しいことではないんですよ。このエンドラの卵をね、生かす、まあ、唯一の方法と言っても過言ではないです。で、このエンドラの卵も無限に増やせるらしいので、増やしたところでどうなんだっていう話にもなるんですけど、まあでも今回やることをご覧いただくと、エンドラの卵を増やすことに、意味があるということに、気づいてくれると思います。ちなみにこのエンドラの卵なんですが、一回エンドラ倒してゲットしてしまうと、まあエンドラって何回でも呼べるんですけど、エンダードラゴンね、呼べるんだけど、2回目とかにもエンドラの卵出てまいりません。おそらく、おそらくですけどね。私がシーズン1でですね、この今その唯一1個だけ取れる、そのスパニッシュ、唯一1個だけ取れるこのドラゴンの卵をね、私失ってしまうというね、失敗を犯してしまっておりますので、皆さん、見つけたらなくさぬようにご注意されてくださいませ。まずはどこへ向かうのかとお伝えいたしますとですね、95% 安全ロードのところまで行って、上まで掘ってたと思うので、このネザーの世界の頂上である、あそこ岩盤が見えてるとこありますね。 ここで大丈夫なんじゃないかと思っちゃうんだけどね。こことか薄いんだけど、こいつでいいと思う。普通にこうやっておいで、フェンスゲート置いて開けて、ボートを設置し、あ、開けないとダメ、もしかして。こいついけそうな気がするんだぞ、いけそうな気がする。開けて乗って、船から降りてジャンプをすれば、OK ってことなんで、いきますよ。降りて、あ、終わった、みんな終わった、終わった、終わった、終わった。くっそ、やばい、おい、おい、ちょっと待て、おい、待って待って待って、嘘だろ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、おい、またエンドラの卵俺は失うのか。待ってくれ。アイテムはおそらく岩盤の上に行ってると思う。ほらね、一旦落ち着いてちゃんとやり方調べてもう一回来ます。もしかしたら今のバージョンではできなくなっているなんてことも可能性としては考えられますよね。たった今ね、調べてきたよ。今回、用いるのはドア1つとエンダーパールが2つ。ちょうどね、エンダーパール2つ持ってたから、ラッキーってことでですね、いい場所探さないといけないんだよな。早く、戻って、岩盤の上にアイテム上がってると思うから、ドラゴンの卵回収したいんだよな。なんだ俺今回何してんのこれ。ネザーニーの、岩盤の上に行く方法の、いろいろ今試したやつがね、ボートで登るやつだけど、なんか失敗しちゃいましたね。早く5分以内にね上に登らないとね、アイテム全部なくなってしまいますからね、急げ。で、今回やるのは高さはね、もう決まっ
ってて、ちょっと待ってよ、124のところ、高さご覧ください。124となってますね。124の高さに扉置いて、開く方向に身を寄せながら開けてジャンプして1個上に乗って、で、ジャンプずっとしとくんだって。こうやってこのジャンプしたまま頭が要するにコッと上にね、岩盤で上についた瞬間にエンダーパール1個投げるんだって。で、もう1個真上に投げると出れるということなんで試したいと思います。いきますよ皆さん、早く行かないと。ジャンプボタン長押しの方がいいって言ってました。参考にシャドウが貼っておきます。出た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 1個で出た、1個で出た、イエーイ。はい、というわけでですね、ご覧いただいたように岩盤の上はああいう形でね、多くの扉とエンダーパールで簡単に出ることができましたね。スプラッシュポーション、えっ赤いな赤いな、おい。で、本題へ入りましょうか。皆さん、このピストン置いて、後ろにブロックを1個開けて設置、そこに後ろにトーチね、で、こうやってやっていくんだけど、ちょっと待ってよ、 F ジャンクジャンクジャンク、これジャンクギリギリの方がいいのかな。で、ここにドラゴンの卵を置くんだけど、で、ここからいっぱいつなげます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 で、ここにリピーターですね。例えばね、こうするとこれ下がってますよね。うん、そういう風なのを作りたい。で、このままだとダメなんですよ。このチャンクがアンロードって言って、要するにこう読み込まれないところまで行ってから動力を与えてあげることで、初めてこの技を成功すると。これが私シーズン1ではできなかったので、この上に置くんですよ。もう置いちゃおうか、この上に置くんだよ、こうやって。で、読み込まれないところで落ちると、あの、なんていうんですか、ここの岩盤一つくり抜くっていう感じでは、レッドストーンとリピーターの流れをもっともっと後ろまで引っ張っていきたいと思います。はい、かなり離れたんじゃない？あー、でもまだ見えてんのか。多分大丈夫だと思うけどな。できる限り離します。今回3スタックぐらい持ってきましたけど、これ何マス離れてることになるんだ？100マス以上は離れてるということになりますよね。まあ、失敗したら失敗しただな。一回行くぞ、行くぞ。ここで動力を通してあげると、ん、え、これで近づけばいいのかこれで近づけばいいのか。え、近づくと、近づいていってます今。あ、お、あ、消えた、消えましたね、今消えましたね、今消えたぞ。あの瞬間にもしかしたら卵落ちて穴開いてるかもしんない大成功か、大成功かな、大成功かな。おお、開いてる、ほら、これですよ皆さん、岩盤を貫通させることができる、これがこの卵のが最強たるゆえんでございますよ皆さんよかった、成功して。あと、この卵の解消方法なんだけど、で、こうして、やばい、こうしてスパニッシュってやって、あとはもう解消するだけだ。こうするとほらアイテム化してるんで、ほら、ドラゴンの卵回収完了、素晴らしい、んー、スプラッシュ、いかがでございますでしょうか。これでもうここを行き来できちゃいますからね私。あ、まだ岩盤があったな、これね、まだ岩盤があるなって思われるでしょ。同じやり方でね、もう一回やろうか、じゃあもう一回やろうよね、ここまで来たんだからもう一回やりましょうよってことで、ではもう一度ポイントを整理いたしましょう。もう赤いな、これ赤いな、まず岩盤に登ってくるのに必要なのはエンダーパール最低2つと多くの扉で、124の高さまで登って頭1個スペースあって、もう1個上に岩盤がある状態の場所を探す。そこでドアに乗ってエンダーパールを真上に投げると、僕の場合1個のエンダーパールで成功いたしました。で、そして上がってきましたら、ようやくドラゴンの卵の出番なんですが、ピストンとか、まあご覧いただいたように設置して、要するにあそこのエンダードラゴンが読み込まれない場所、アンロードですね、これ動力通すと、ほら、あそこで止まってるじゃないですか。
リピーターが黒くなっておりますね。進んでいきます。ほら、だんだんリピーターがどんどん向こうへつながっていきます。あの次のリピーターが光った瞬間落ちるはず。ほら、読み込まれてドラゴンの卵今落ちました。これ落ちたってことはさ、もうここ回収してもいいんじゃないのって気がするんだけどね。ディン、いただきほらね、またあそこに下に落ちててね。本日はですね、岩盤の上に行ってドラゴンの卵の唯一の使い方ということでご紹介させていただきました。では本日30名の兄弟を送るプチチャレンジのコーナー。プチチャレンジじゃないね、超チャレンジだぞ。みんなこのエンダー、ドラゴンの卵を回収できるかなんだよ。もう行くわ。あ、やっちゃった、くそ、やばい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 、あ、いた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 、うわ焦った、もう焦ったよ。よかった、もう二の舞は踏みたくねえんだよ。はい、これで回収できます。焦った、よかった、チャレンジ成功だよ。真っ暗だけどね、これちょっと降りていくわ。あの蓋しとかないとなんか岩盤が復活するって話も聞いていたので、ティッティッティ、今日も結構危険でしたね。ネザーにはもう危険がいっぱいだわ。わあ、よっしゃ、夜ね、出てきたら夜説、ありがとうございます。はい、ただいま、本日誕生日の兄弟おめでとう。兄弟通信マイローソ、これは簡単。そうやな、 82%、 もっと簡単なの知ってる、もっと簡単なの知ってんのかい。シワ機器の話です。塩焼き器の作り方ずっと意味不だったけど、今日の分かりやすかった。うわ嬉しいな、もっともっともっと分かりやすくなんか伝えたい気もするけど。マジマンジの使い方間違ってた人です、どう思う。どこで使うの、マジマンジってどこで使うの。うわマジマンジ、7時だよ、マグクのマルチ始まるよ、イエーイ。かわいいの作ってくださいました、ありがとうございます。そしてこれね、いただいた贈り物を、自分で写真撮って今、載せております。送っていただいたものをね、こうやって、マグクナナイでご紹介できるように、体制を変えていこうかと思います。今までもたくさんいろんなものをいただいてるんですけどね、全てをこれから載せていくっていうのもあれなので、今からいただいたものを、このようにですね、画像としてご紹介させていただければというふうに感じております。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画、そして配信でお会いいたしましょう。じゃあね、あ、バイバーイ。ほーなー。